ここからは趣向を変えてこんなコーナーをお届けしたいと思います。題して劇場版魔法科高校の劣等生名セリフを読むキャスト。わー、魔法科高校の、魅力の一つにキャラクターたちの優雅なセリフ回しがありますが、今回は劇場版でこのキャラクターからこんな名セリフが飛び出すんじゃないかなというのをみんなで予想していきたいと思います。そしてですね、今回はせっかくのニコ生なので、いくつか上がった我々の予想の中からご覧の皆様にアンケートを、聞きたいセリフのアンケートを取りまして、より支持の高いセリフを実際に演じてみようと思います。ここからの進行はじゃあ三輪さん、三輪さん、よろしくお願いいたします。はい、なのでですね、早見さんからの説明があった通り、こちら皆さんですね、劇場版でこんなセリフが飛び出したらいいなというのを予想していただきます。はい、まあ、まだ先ほどもありましたが、アフレコ前ということで、まあ、ぜひですね、このセリフが出るのかどうか、皆さんも楽しみにしていただければと思いますが、まずはですね、このキャラクターのセリフ予想になります。はい、どうぞ。はい、早山しずくというキャラクターです。こちらに関しましては、早見さん、中村さんの方に、予想していただければと思います。お二人には、スケッチブックを持っていただいていますので、こんなセリフが飛び出すんじゃないかというものを予想していただければと。本編中でですよね。本編中です。はい、はい、ではシンキングタイムスタート、うん、そうだな、本家な顔の、そうですね、表情ですね。はい、一応もしかしたらしずくというキャラクターを知らない視聴者の方がいるかもしれないので、どんなセリフを言うような、まあ、キャラクターなのかっていうのを。そうですね、結構こう魔法科高校の劣等生のそのキャラクターの中ではちょっと寡黙で、そんなに感情をガーって出さない感じのキャラクターではあるんですけれども、結構内に秘めてるものが熱くて、結構負けず嫌いだったりとか、なんだろう、熱いものをこの瞳の奥に秘めているような、うん、キャラクターです。すごく友達思いで優しい女の子でございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、優等生ですね。そんな高山しずくが劇場版でどういったセリフを言うのか、うん、どうしましょう。じゃあ一斉に出しましょうか。はい、わかりました。はい、ではお願いします。せーの、ドン。はい、じゃあまず早見さんからいきましょうか。はい、セリフ増えた。真似つきです。あ、真似つきです。セリフ増えた。そう、なんか、ね、この横のなんですか。キノコみたいな。これ雫じゃないですよね。雫ですよ。雫じゃない。まさか雫ではないですよね。いやいや、ほら、ほらこの、ちょっと待って、ほら、完全に一致。完全に一致どこが？髪の分け目違うし、ね。いや、髪の分け目ぐらいは些細な。まあまあ、ささいなさいです。早見さんが世界がどのように見えてるかが。ちゃんと見えてます、ちゃんと見えてます。ちゃんと見えてます。ちゃんと見えてます。そうですね、そっち気になりました。はい、そして、そして、はい、中村さん。もう10連。いけるか、ごくごく。これは何の、ゲーム、スマホゲームの展開もしてますから、魔法科は。はいはい、そうなんですよね。やってますし。10連ガチあります。まあ、やっぱりもう、最近ってこういう空気じゃないですか、世の中が。そんな空気感ですか。世の中にある、なんかあるじゃない、なんとかなんかあるじゃないですか。そういう、もう認められてるじゃないですか。せやなって書いてある。一つの文化として。そうなんだ。なるほど、なるほど。ロストゼロ、何がロストしてしまうんですかね。わかりませんけども。マネーかな。いや、ロストゼロって、まあ、ゲームがね、その、ありますか。ありますからね、魔法科のやつはね。そうそう、魔法科にはね。もう充電したら。そう、だから、まあちょっとね。はい、やっぱり劇中でちょっとしたほらどんなシリアスな展開じゃない時ね。あ、もうちょっと日常的な、ギャグな時に、そう、ちょっと食堂でみんなでさ、うん、さみたいな話してる時に一、うん、人ガチャを回してるっていう。あ、しずくでちょっと離れて。そう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 。もう中連しずく、いけ、あ、言いそうになった。いつの間に。それを見てるほのかがちょっと引いてるみたいな。なんであそこは仲良くダメなんですよ。いつの間に。昨日も言ってた。え、しかも結構ほらお金持ちのお嬢様じゃないですか。そうですね、だいぶ行ってますよ。まだまだ。うん、多分チャリンチャリンはだいぶしてると思う。切ないなこの展開だったら。はい、じゃあ、この今のですね、2つのセリフ、どちらが、出るのか、じゃあ視聴者の方の予想も、アンケート、はい、アンケートをさせていただければと思いますので、うん、この2つでね、はい、はい、お願いします。お願いします。あ、こうやって取るわけですね。はい、いけるか。明
ターね、でそう中村さんが、ね、はい、はい、お願いします、いやまあ撮ってんのかな今、ね、どっちも言わないでしょうね、はい、結果的にはわかんない、うん、もう確実に、まあ、俺のやつ以上に早見さんのやつはちょっとメタ的なセリフだしね、それ多分私のセリフですね。しずくじゃなくて辰巳のセリフかもしれない、はい、で結果の方を見てみましょうか。はい、はい、お願いします。じゃん、あ、俺の方圧倒的に、そうですね、お兄様言うからこれ、いや言わないでしょうね。間違いなく、そうですね、セリフまだねアフレコ前なので、そうですね、入れてもらえるかも、もしかしたら行ったら入り込むかもしれない。いやこれ入れてもらえる、アフレコでお願いしますね。わかりました。はい、やりましょう。あ、これを言ってもらいましょうかね。はい、はい、はい、ご準備よろしいですか。いきますよ、はい、いきますよ、はい、あ、もうこれで、はい、3、2、1、どうぞ。もう10連いけるか。引いたわ、引いちゃった。最後タッチ、最後タッチしましたね。引いちゃったよ。こっそりガシャボンってタッチしましたね。2回タッチしてましたよね。そうですね、一気と、よし、そうですね、まあ20年ぐらい行ってましたね。だいぶ行きました。はい、はい、そんな北山しずくのセリフが出るのか、劇場のお楽しみにいただければと思います。楽しみにしたいです、はい、はい。